てんだろう。めっちゃ面白い。やば。怖い。自分たちそんな想像しちゃってたんだね。余裕よ。あ、勝者一番。一番。顔も良くないかもしれない。顔面アウト、顔面アウト。さあ、ということで、うん、もう決勝はね、ゆずと私なんですけども、うん、その前に、ビリ決定戦を行いたいと思います。こっちのが、まあ、はい、みたいなのがありますから。そうですね。ということで、鈍感が誰なのかって話ですか。誰なのか決定したいと思います。花と萌香、意気込みを聞いていきたいと思います。まず、花から。絶対もうこんなチンチプリには負けたくないです。なるほど。鈴木さん、嘘泣きしてるような人には絶対負けたくない。あ、バチバチですね、はい、バチバチですよ、期待できそうですね、うん、期待でも下痢じゃない下痢いいね、いいね、おじいやっぱお二人はゲラなのでゲラを言いたかったの何言いたかったのビリとゲラが合わさっちゃってもうよくわかんないよ、もうゲラだから二人ともなんかお互い笑い声とかで気づかれちゃったりもしそうだけどね、うん、バレないように笑いません、うん、笑わないよ、絶対笑わません、そこは気をつけていただきたいと思います、はい、お買い回します、お買いします、では細かく5歩動いてください。1、2、3、4、5。初回ですね。はい。ということでいきたいと思います。よーい、スタート。いよいよ決勝戦でーす。決勝はアイラ・ユズペアです。はい。じゃあまずアイラさん意気込みをどうぞ。こんなねヒーロー女でね頭から角生やしてるような女には負けません。そうだそうだ。石川さんどうぞ。はい。ヒールでもユズはこの雑魚に余裕で勝ちます。さあ戦いになるでしょうか。決勝戦なんでバチバチしてますよ。これでバチバチします。じゃあもし待って、本当にヤンキーの血、ヤンキーの血が出ちゃってる、怖い怖い怖い、ブブブブ言っちゃった、風が来るんだもん、ちょっと回りすぎる、イズムどうしてね、こうなんだ、回りすぎる、回るのよ、イズムちょっと待って、はい、OK、 やだやだ、止まって、はい、せーの、え、刺されたちょっと欲しい、1、2、3、4、5、いきますよ、そのカーセット、よーい、スタート。おー、かっこいいですね、2人とも、さすが決勝戦、
レベルが違う。かっこいいです、動きからして。キレがすごいよ、さすが。一番センシティブがかけ離れてるのはアイラって全員一致でなったじゃん、ね、そのセンシティブ、繊細さからかけ離れてるガサツな女は誰か、センシティブっぽくない人ってことね。指さして、せーので、せーの、え、私やればいいじゃん、やればいいじゃん、やればいいじゃん。だからなんで自分から話を言ったんだろうな。自分で言い出したよね。お前の鈍感すぎだろ、雑魚いな。いやだってさ、これがもしさ、センシティブの結果がアイラになったら納得はいかないんじゃない？ないかないね。何それ、何それ、何それ、一番言えない。だからちょっと今、ついてもらっちゃいけない人みたいな。ね、ね、やっぱだから、協力して。そうだね。うん、いや、頑張っていこう。企画の趣旨変わってきちゃうから。鈴木、市川、小島同盟。はい。だから、成立しました。だいぶ不正ですけど、大丈夫ですか？いや、同盟なんで。同盟なんで成立、あ、交渉成立するだったら誰とでも同盟は組んで大丈夫。アメフラシにはいじめがあります。久しぶりに聞いたね。アメフラシにはいじめがあります。まあでも3回戦目、はい、頑張っていきましょう。はい、頑張ります。ここでちょっと萌えかにチャンスを与えたいと思います。緊急企画です。萌えか、ちゃんと見極める自信ありますか？頑張ります。いつも飲んでるんで、牛乳は。おー、ね、うわ、美味しい。一緒じゃね？美味しい。意外とパッケージだってこっち飲まないと分かんない。ダメ？飲みたい。ルール変更。ダメ。飲んで自信満々に言わない。飲みたい。ね、飲みたい。ダメです。ダメです。ダメです。